はだいだ。ああ、おかえり。番組の録画予約を済ませておいた。確認だけど、今日から数日、他に予定はないね。お？録画？お兄ちゃん何準備してるの？おいおい、リン。もうすぐ何の日か、覚えていないのかい？何の日？全然覚えてないよ。もう何日かしたら、ビジョンによる爆破事件の裁判が始まる。我らがニコもカンバス通りの訴訟代理人としてテレビに出るんだ。表舞台に立たなかったとはいえ、僕たちも多少は関わったんだ。審理の一部始終を見届ける義務があるし、ついでにビデオに記録しておこうと思ってね。さすがはお兄ちゃん、そこまで考えてたなんて。ちょうどテレビエリーが特番をやっているよ。特に用事がないなら一緒に見よう。ビジョン爆破事件後半直前特別番組です。ヤヌスク治安局の屋上にあるヘリポートからお送りしております。まもなく被告人のチャールズ・パールマン、被害者らの代理人を務めるジャトヤラが慣例にのっとり、司法府の専用飛行船であらかじめ新エリート最高裁判所に前乗りする模様です。公正な判決を見守るべく、我々は本件の後半を生中継でお届けいたします。ニコ、もうすぐ登場時刻だけど、まだ荷造りをしてるの？つうかニコの親分、裁判に出るだけなんだろ？にしちゃ荷物が多くねえか？分かってないわね。都市中を震撼させた大事件なのよ。ジャトヤの名を広めるまたとないチャンスじゃない。注目を浴びるんなら完璧に決めていかないと。でしょ？それだけじゃないわ。傍聴席の潜在的顧客にアピールするためにパンフレットだってたくさん刷ったのよ。ニコ、スマホが鳴ってるぞ。ノックノックの通知じゃない？あら、ありがとう。ニコ、どうしたの？なんでもないわ。あ、わかったぞ。借金の催促だったんだ。違うわよ、もう。人聞きの悪いこと言わないで。借金なんかしてないわ。パエトーンと、信頼できる知り合い5人以外には。前の月より増えてるぞ。ニコ、何があったの？誰からのメッセージ？あれ、おかしいぞ。本当に誰なんだ？いっぱい送ってきてるくせに全部空のメッセージ。うわー、もう我慢できないわ。などが後半の争点となるでしょう。続いてはスペシャルゲストをお迎えして。パールマンはどう見ても黒なんだから、審理はスムーズに進むつもりでいたけど、法廷ではどんな些細なことでも議題に上がるらしいし、油断できない展開になりそうだね。道理でずっとニコがこの件に悩まされていたわけだ。パエトーン！こんにちは、プロキシ先生。ニコ、アンビ、どういう風の吹き回したい？第一、君ら今日は専用機で最高裁に向かうんだろう？
ええ、本当だったらね。でも、あんたたちにどうしても相談しときたいことがあるの。出なきゃ、おちおち法廷にも出らんないわ。相談って、何かあったの、ニコ？パエトン、この前、白義重工の記憶素子を解読するために、私に頼んできたわよね。ハッカーのレインにつなげてほしいって。ニコ、この後に及んで両親の呵責に耐えかねたのかい？本当は知り合いじゃなかったと白状されても、今さらな。違うわよ。よりによって私のコネを疑うわけ。いくらレインが今インターネットで話題の売れっ子ハッカーだからって、この私のオファーを断るはずないわ。ただ、なんだかあっちの方で妙なことに巻き込まれてるみたいなの。なんか陰謀の匂いがするね。陰謀かどうかについてはまだ何とも言えないわね。とにかく事の経緯をまとめると、最近私含めレインと連絡先を交換してる大勢がちょくちょく空のメッセージを受信するようになったの。最初はみんな特に気にも留めてなかったわ。でもそれが2週間も続いて、おまけに当のレインはそのメッセージを送ってくる以外蒸発しちゃったみたいに消息がないの。そっからどんどん妙なことになってきて、前は何日かに1回送ってくるくらいだったけど、今朝になっても5、6回も送ってきてるんだから。なるほど、確かに妙だな。ティエリー、レインが送ってきた内容を見てくれない？本当にただ空っぽのメッセージなの？かしこまりました、マスター。マスター、分析の結果、これらのメッセージには確実にいかなる内容も含まれていません。ですが位置情報は暗号化されていないようです。解析の結果、送信場所は新エリート市内のバレーツインズという建築物付近です。ちょっとタンマ、バレーツインズですって？バレーツインズに何か問題でもあるのかい？顔が真っ青になっているけど。プロキシ先生は都市伝説の類に興味がないようね。バレーツインズというのはとあるツインタワーの名前なの。最近そこで心霊現象が起こると話題になってて、噂によると。ストップ、アンビ、そこまでよ。とにかく事実として言えるのは、あの2頭はもう何年も前からホローに飲み込まれてるってことだけ。レインがあそこからメッセージを送ってるだなんて考えられないわ。あんたたち2人が特別なだけで、普通はホローの中と外部では一切通信できないはずだもの。あのハイスペックなフェアリーが言うからには間違いないはずだ。リンはどう思う？ニコは随分参っているみたいだし、僕たちだってレインの助けを必要としている。いっそのこと直接バレーツインズを調査しに行ってもいい。賛成。私幽霊とか信じないたちなんだよね。ニコ、僕たちがレインの行方を調べてこよう。フォローに入る可能性が高いから、アンビーたちは借りてもいいかな？マッチならんよ。別に後半にいなきゃいけないってわけじゃないから。あ、そうそう、顔が分かってた方が何かといいでしょ。これを持ってって。ニコ、この写真の通学リュックを背負った女の子がレインなんだね。そうよ。それがどうかした？この子うちの常連さんなんだ。へえ、人は見かけによらずだね。あんたがそれ言う？パエトーンがビデオ屋をやってんのも大概よ。とにかくレインのことは任せたわよ。私はこれから治安局に行って専用機に乗るから、お先に失礼するわ。プロキシ先生、今からビリーとネコマタを連れてくるわ。バレーツインズの近くで合流しましょう。じゃ。
たな。で、バレーツインズってのは？対岸のフォローの中。そのハッカー、マジであそこから連絡を？わ、見ろよ、フォローの上。あ、バレーツインズの屋上。そっか、強制フォローが縮んだらしいけど、それで一番上だけはみ出したんだね。ってことは、ニコに来たのはあそこからのメッセージってこと？そうだとして、何を思ってあんなとこに行ったんだろう。みんな、まずは屋上に行ってみよう。着いたね。ここがバレーツインズ。立派なもんだぜ。なんかここ寒くね。確かに中はピカピカなのに妙に居心地悪いぞ。警戒して、霧が濃い、何か潜んでるかも。ビビったぜ。先を急ごっか、ここにいちゃまずいかも。目標フォロー、バレーツインズの内部に入ったことを確認。バレーツインズはずいぶん前からフォローに飲み込まれているから、内部の照明器具がダメになっているようだ。探索ルートの全貌が把握できない。みんな気をつけてくれ。電気を消してろうそくを灯す。ニコみたいね。それって節約術？それともサルマ？大丈夫かい？油断した。まさか突進してくるなんて。なあ、俺たち振り出しに戻ってねえか。変な敵はできる限り避けよう。
さっきのやつはどこ。油断は禁物だ。知能化された管理端末は正常に稼働しています。島内の管理端末を起動すれば付近一帯の探索可能エリアを明らかにできます。おお、照明も復活したぞ。あいつまだいたのかよ。照明のあるエリアを意図的に避けてるみたい。なるほど、敵は光が怖いのか。ならもっとたくさん端末を起動するぞ。また振り出しに。敵を回避するのを忘れずに。敵が来た。左に逃げるんだ。充電灯があるわ。そうか、店長。エーテル活性反応が消失しました。本当に効いたね。けど電池の消耗も激しい。ドアの情報を
えるものは全部使おう。視野を広げればその分敵を見つけやすくなる。よし、敵を追い払えた。ターゲットを排除する。調子で照明を全部つけよう。今のうちに。よし、敵を追い払えた。敵を追い払えた。やっと厄介なエリアを突破できた。店長、早く行こうぜ。ホローよりもしんどくねえか。ここ迷路みてえに入り組んでるし、寒くてジメジメしてるしよ。変えたばっかの膝関節が錆びちまわねえか心配になってきたぜ。ビリー、得体の知れない B 級品には手を出さない方がいいぞ。やけに安いお店でご飯を食べたらお腹を壊しちゃうのと一緒だ。どうかしたか、アンビー。建物に入ってからずっと視線を感じる。あ、俺もなんか入った瞬間からゾワッときたんだよな。足元をしょっちゅう何かがすり抜けてく気がするしよ。おっと、いたさまから。それは私の尻尾だ。ああなんだなあ。なあ店長、前にホローでさ、周りの状況をいっぺんに探知してくれたことあったろ。あれもっかいやってくんね。何かいそうだぜこの辺。
ごめん、今は難しいかも。ここには裂け目がいっぱいあるし、フォローのデータも結構古いから、進みながらもっとデータを集めないと。待って、近くに何かいる。エーテリアスよ、まずは奴らを殲滅しましょう。こいつら一体どっから湧いてきやがった。こいつらとは戦いたくないぞ。ここのエーテリアス、どいつもこいつも気色悪いぞ。おい、はい、スターライト、ここに輝く。私は機械人に優しいんだ。はぁ、来なさい。はじゃあ、手に見つけたり。ターゲットロックオン。さっきの視線だが、エーテリアスだったな。うん、本当にそう。店長、次はどっちに行く。ちょい待ち、どれどれ。よかった、お花はまだついてる。これ、ハサミ。お見事でした。さぞたやすい道中だったでしょうが、ここが終点です。狼、ここは私有地でして、来客はお断りしています。30秒でご用件をどうぞ。それ次第では。して皆様、ここは立ち入り禁止につき即刻行ったはずです。武器の手入れと床磨きは日々欠かさずと。すみません、レイカさん。エレン、勤務中ですよ、姿勢よく。はいはい。カリンちゃん、カリンちゃんだ。猫又様、それに調査員様。カリン、面識が。はい、そうなんです。フォローで迷子になっていたカリンを助けてくれた方々なんです。なるほど、リナ、もういいでしょう。はあ、いつの間に。鋭い子ですわ。一時はバレてしまうから。まだまだ、アミーナ、アミーナ、アミーナ。顔見知りなのでしたら手間が省けます。申し遅れました。私どもはビクトリア火星です。ビクトリア火星、聞いたことのない名前ね。ちょっとアンビー、正直私もカリンちゃんと会うまで知らなかったけど、言い方ってのがあるでしょ。まあ優しい子ですわね。ですがお気遣いは不要ですわ。私たちは新エリートにおける少数の止める方々にお仕えしているんですもの。世間一般に知られていないのは道理ですわね。私たちが貧乏だって言いたいの？まあ反論できないけど。
皆様、どうか従業員の出現をお許しください。ビクトリア火星の執行責任者フォン・ライカンが代わってお詫び申し上げます。私どもは本日バレーツインズのオーナー様のご指示で設備のメンテナンスに参りました。バレーツインズのオーナー？でもこのビルを建てたバレー兄弟ってもうとっくに破産してるはずじゃ。さようでございます。おっしゃる通り、このバレーツインズは長きにわたり抵当に入れられておりましたが、近頃当局がラマニアンフォローの活性低下に乗じて強制フォローの鎮圧を図っています。それが実った暁にはビルの価値が向上すると踏み、ご主人様は手付金を振り込まれました。フォローの中にある建物に投資するなんて、さすがお金持ち、発想が大胆。まあそのおかげでまたこうやってカリンちゃんと会えたんだけど。猫股様、調査員様、またお二人にお会いできてカリンはとっても嬉しいです。ところで皆様はどうしてこちらに？ここはご主人様の私有地ですから、教会のお仕事でいらしたわけでもないですよね。カリンちゃんさ、そんなの分かりきってんじゃん。あ、それよりなんか暇つぶしになりそうなの持ってない？スマホの充電切れちゃった。すみません、お役に立ちそうなものは。じゃなくて、エレンさん、どういうことですか？つまりお客様方は調査員ではないということですわ。皆様は調査員様じゃなかったんですか？カリン以外はとっくに気づいてたみたいだね、私たちが怪しいって。そのように警戒なさらずとも、ビクトリア火星が席を追うのは雇い主様のことに関してのみです。フォローでご活躍されてる非公式の方々に非礼を働くつもりは毛頭ございません。ましてやあなた方はカリンのご恩人、胸の内を明かしてくださるのなら、この場を訪ねてくださったお客様として私どもも可能な限りご協力いたします。よかった、もう調査員のふりしなくてもいいんだね。実は私プロ棋士なんだ。なんとあなた様がかの伝説のプロ棋士パエトーンだったとは。ここへは失踪されたご友人を探しにいらしたのですね。ライカンさん、お仕事の最中それっぽい人を見かけなかった？早速お役に立ちたいところなのですが、当局に配布されたキャロットのデータが古く、私どももまだ島内の状況を把握しきれておりません。リン、急に割り込んですまない。実はニコの方で少し面倒なことになっていて、ヘリポートに着いたニコから連絡があったのだけど、裁判の書類にジャトヤ全員で出廷すると書いてしまっていたらしく、ビリーたちも来るよう言われてるんだそうだ。ってことは俺らも飛行船に乗んなきゃいけねえのか？でもよ、そしたら店長の人探しはどうなっちまうんだ？申し訳ございません、聞き耳を立てておりました。ぶしつけながら提案をお許しいただきたいのですが、プロ騎士様、私どもと行動を共にされてはいかがでしょう。あなた様は人探しをしており、私どもはフォローのデータが古いために難儀しております。ここは互いに力を合わせましょう。いいの？私みたいな部外者がご主人様のビルに入っちゃうことになるけど。もちろんでございます。設備のメンテナンスを行う間、ご主人様より全ての裁量をお預かりしておりますので。ましてや伝説のプロ棋士パエトーンの名声は万人が知るところです。
ご縁を紡げたとあれば、ご主人様もきっとお喜びになります。しかしながら、まずはご友人方をお見送りされるのでしょうか。ではあなた様のご用がお済み次第、共に建物の奥へと向かいましょう。
リン、ビクトリア火星の人たちとは会えたかい？ナイスタイミング。ちょうど今みんなと挨拶したとこだよ。どうやらビクトリア火星の人たちとは仲良くなれたようだね。いいことだ。ともかくに、早く帰っておいで。準備ができたらすぐホローに入ってレインを探そう。アンビーたちったら遅いわね。こんな時に何かあってみなさい。マスコミにあることないこと書かれちゃうんだから。おっと、出てきました。視聴者の皆様、本件の被告人チャールズ・パールマン氏が当局の監視のもとテリポートに到着しました。重罪に問われている同志ではありますが、驚くべきことにその表情からは落ち着きが感じられます。ふん、バカタレどもめ、お前らが本当に驚くことになるのはこれからだ。お願いを聞いてあげるわ。具体的な指示は搭乗日、スーツケースに入れておくから。読むのは離陸した2時間後。指示通りに動けば、うちの人間が新エリートから逃がしてあげる。おい、私が法廷で着るスーツだが、スーツケースは届いてるか？ここにある。よしよし、それをよこせ。ダルマのおっさん、あんたはもうすぐ完全に終わるのよ。この後に及んでどうしてまだ威張ってられるわけ？終わる？若者よ、お前はこの都市の恐ろしさをまだ知らないようだな。首洗って待ってなさい。何を企んでるのか知らないけど、法廷じゃ容赦しないんだから。おーやばー、よかった、やっと来たわね。疲れた。あんなに走ったのに、なんでビリーはちっともバテてないの？こないだ呼吸モジュールを新調した時、無酸素モードを追加したんだ。運動エネルギー効率がダンチだぜ。あれ？いややべえ、吸気モードに戻らねえぞ。だから得体の知れない B 級品には手を出さない方がいいって言ったんだぞ。茶番はそこまでよ。そもそも機械人に呼吸っているわけ？専用機の中は狭いんだし、どうせ二酸化炭素まみれになるわよ。どうしたのよアンビー、何か心配事でもあるの？パイトーンをあのまま見ず知らずの集団に預けてよかったのかしら。猫股の知り合いがいるんでしょ？バレーツインズだってご主人様とやらの所有物って話だし、大丈夫よきっと。そうじゃなくて、プロ騎士先生が私たちと一流チームの差を痛感しちゃったら、二度と依頼をしてくれなくなるかも。アンビーったら、なーに弱気なこと言っちゃってるのかしら。私たちジャトヤだってね、蝶のつく一流なのよ。それにポッドでのやつらにパエトーンを奪えるほど私たちの絆はやわじゃないんだから。
プロ騎士様、ご友人が B 棟の屋上に留まっていた可能性があるのなら、まずはそこを目指すのはいかがでしょう。オッケー、面倒をかけちゃうかもだけど、よろしくね、ライカンさん。とんでもございません。大切なお客様なのですから。あなた様の願いが私どもの使命です。一刻も早くレイン様の足取りをつかみ、あなた様とご友人方の通信を取り除いて差し上げましょう。ガイド様、バレーツインズの見取り図をご確認くださいまし。ご覧の通り、お客様と私たちの現在位置は A 棟の入り口ですわ。こちらのキャロットを見る限りは、 B 棟までアトリウムの長い渡り廊下を行く必要がありますわね。皇帝、エージェントが提示した情報は確かなものです。そこを目標地点とすることをお勧めします。案内は私に任せて。それじゃあ出発。は、御意に。バレーツインズ A 棟への侵入を確認。2回目とはいえ、相変わらずいい気分はしないな。前のように照明の方へ進んでいこう。出発しましょう、プロキス様。やはりまた彼らに出くわしたか。ご心配なく、落ち着いて照明へと向かいましょう。照明設備は間もなくでございます。明るさは十分でないとはいえ、一応は追い払えた。安心して進むことができる。この先はどうやら A 棟の中心部に到着した模様です。アトリウムへ向かうにはこの扉を突破する必要がございます。以降のエリアはかつて VIP だけが入れた場所でした。認証デバイスがないか探してみましょう。認証デバイスってこれだろうか。はあ、一個じゃダメなの。スイッチ反対側かも。省エネで行こう。やはり触れるべきではありませんわね。反対側かも。省エネで行こう。
こまりました。ご支援しますよ。くらいなさい。気をつけてください。急に明かりが点滅しだしたか。なぜだ。開いたね。だるかったけど。お金持ちにとってはこの煩わしさもこだわりなんだろう。だからまた来たか。やはり触れるべきではありませんよね。リン、頑張れ。もうちょっとだ。みんな、危ない。マスター、ビルのセキュリティアクセスを検出。少々お待ちください。アクセス進捗 30%。 赤外線カメラの視界と同期。アクセス進捗 60%。 カメラのフラッシュを強制起動。カメラのフラッシュとは考えたな。効果てきめんだ。フェアリー、巻きで頼む。アクセス進捗 100%。 システムを完全に掌握しました。赤外線カメラだと周囲がはっきり見えるな。この新機能を暗視モードと呼称してはいかがでしょう。このモード中はカメラを通して視界を動かせます。視界の移動中はフラッシュで敵を追い払うこともできます。助かるよ、フェアリー。リン、動いてみよう。消えた。なんて便利な機能なんだ。まだ別のドアがあるのか。これで調査に向かえるよ。プロ騎士様、身振りを拝見する限り相手に敵意はない様子。この地に安寧をもたらした我々に感謝を表し、道中にて便宜を図ってくださる模様です。推察した通りでございましたね。これで先に進める。暗視モードからの復帰プログラムをロード中。 99%、 100%。プログラムのロード。まずイアスに戻ろう。
監視モードの出番だ。また点滅が起きてるな。支払いました。認証成功。ドアが開きます。皆様、戦闘時はビルの設備を傷つけないよう留意してください。あらあら、考えすぎよ、カリンちゃん。愛しているけど、別にお給料を減らされたりはしないわ。カリンが心配してるのは、それではなくて。お手伝いしよう。やっ。避けてください。僕が進路を測定するから、君たちはしばらく休んでいてくれ。また明かりが点滅した。気のせいじゃないよな。ここに来るまでも何度か同じことがあったけれど。そうでしたか？確かに何度もあったね。やっぱあの噂、本当だったり。
噂ってどんな？なんだ、聞いたことないの？エレンさん。あ、これ言っちゃダメだった？ボスがブリーフィングでよこしたやつ長すぎて読んでないから。でもリナがいるんだし、よくない？もしプロ騎士が知りすぎちゃってもさ、パパッと勝たせてくれるって。勝たしてって何？エレン、カリンちゃん、お客様にビクトリア火星のお仕事を誤解させてしまうでしょう。ガイド様、私から改めて説明させてくださいまし。このバレーツインズで最近心霊現象が起こるという噂はご存知でしょうか？ついこの間誰かさんから聞いたっけ。実はバレーツインズがホローに飲み込まれた時、有名な舞踏家の姉妹がこの場所で命を落としてしまわれたのです。以来姉妹の怨霊はバレーツインズの主となり、不届き者が足を踏み入れれば明かりを点滅させて警告するのだそうですね。それでも出て行こうとしない者には停電を起こして闇を作り出し、その魂を刈り取るため暗がりから姿を現すのだ。そのような噂があったのもかつてのことだったのですが、最近になってここで噂と同じ境遇に遭われたという方が現れるので、ご主人様はバレーツインズが事故物件という名の不良債権となることを危惧されましたが、そこで表向きには設備のメンテナンスとしつつ、真相の究明を私たちに命じられたのです。それがバレーツインズに来た本当の目的だったんだね。プロ騎士様、当初は私どもとしてもこの噂をヨタ話の類だと思っておりました。ですが先ほどの状況を鑑みるに、停電に関しては本当なのかもしれません。これは新たなリスクになり得ます。B棟へと通じるアトリウムの入り口には防火シャッターが設けられており、停電によって自動で閉じる仕組みになっているのです。ご友人を捜索する上で経路が遮断される事態は極力避けたいところ。一刻の猶予もございません。先を急ぎましょう。暗視モードの出番だ。暗視モードの出番だ。あの辺りは照明がついてますけれど、アトリウムまではまだ距離がある。照明はそこまで持ってくれるだろうか。停電したら超めんどいよ。急ごう。また照明が。頑張ってくださいまし。もうすぐそこです。暗視モードの出番だ。点滅の間隔が短くなっている。プロ騎士様、もう一息でございます。
皆様すぐにアトリウムです。即戦即決で参りましょう。あっ、お疲れ様、カリンちゃん。ここですわ。止めてごらんなさい。より頻繁に急ぎましょう。ガイド様、お守りしますわ。こちらへ。階段はお任せを。ガイド様、お怪我は？アトリウムはすぐそこだよ。しまった。一歩遅かったようです。シャッターは閉じてしまいました。カリンちゃん、お顔を上げて。どんな時もお客様を安心させるのがメイドの責務でしょう。誰かシャッターの開け方知ってる人？手動の開閉装置があるかもしれませんわ。あたりを見てきますから少しだけお待ちくださいまし。リナ、そんな面倒いことしなくていいって。鉄でできてるからまあまあ頑丈だけどさ、あたしとカリンちゃんなら穴開けるくらい余裕だから。待って、二人の腕はもちろん信じてるけど、今は迂闊に動かない方がいいんじゃない？皇帝、賢明な判断です。マスター、アトリウムは二棟をつなぐ唯一の実体ある構造物ですが、フォローの影響下のため不安定な状態にあります。ひとたび強烈な衝撃を受ければ局所的な構造変化を生じさせてしまう可能性があります。プロ騎士様、確認してみたところ、手動でシャッターを動かせる装置は渡り廊下の向こう側に設置されておりました。誠に遺憾ながら現時点でここを通る術はございません。ここは一度離脱し休息を取りましょう。ビクトリア火星は必ずや停電の原因を究明し、ここを通る方法を見つけてご覧に入れます。
私を呼んだのにゃ。おい、一匹二匹揃っていますわね。メイド長、こいつ勝ったらあんたのおごりだぞ。私いつでも出撃可能よ。いつでも出撃可能よ。私を呼んだのに。
それ。指示に従おう。心配しなくてもめちゃくちゃ痛いぞ。いってらっしゃい。私の番だ。ターゲット確認。かしこまりました。私は見えるの？物足りないぞ。爪を閉じに来たぞ。いつでも出撃可能よ。準備完了。よう、プロ騎士。何か困りごとか？毎度、ありがとな。
幸福の甘さを引き立てます、うん、またどうぞ。迷った時は。仕事で疲れたらまったりしていってね。
begins. くれはった。
なあ、お前は運命ってやつを信じるか？ボンボンボーン。兄弟の言葉がわかんのか？そいつはきっと俺たちが運命の相棒だからに違えねえ。今日出かけた時、道端で髪がピンクの占い師に出会ったんだ。黒いマントを羽織って顔が見えねえくらい深くフードをかぶってた。マジで謎なやつだったぜ。50ディニーで占ってもらったんだが、こっちの方に行きゃ運命のダチ公に出会えるとだけ言われたんだ。そんですぐお前に出会ったってわけだ。でもそのピンクの人、私には違うこと言ってたよ。こっちに行けばお金が拾えるって。なんだと。そうか、なんだって思いつかなかったんだ、あのピンクの占い師は。ニコだね。運命の女神。ここに現れたのは俺らをこうして引き合わせるためだったんだな。俺はこの絆を大事にするぜ。なんか困ったことがあったら遠慮せず俺に言え。全部ぶっ飛ばしてやっからよ。Thank you.
ピュアな心があればきっと好きなものが見つかるよ。どう？いい買い物はできた？Thank you.
あたしを呼んだのにゃ。メイド長リナ、お使いいたしますわ。
部者の声です。急ぎましょう。慌てるでない。今しばらく叫ばせておこうぞ。先輩、またそうやって意地悪を。オッケー。え、終わってる。はっ、止めてごらんなさい。はっ、やっ、暮らしを消えるぞ。うっきゃ。あれほどやめてるのであれば、まだ気力はある。先輩の怒り心境なのは分かってます。それでも早く彼を助けましょう。やっ、私の番だ。それ、あ、懲らしめてやるぞ。
私を呼んだのに。
よう、兄弟とファミリースピードを取りに来たぜ。あ、それ私と一緒に見ようよ。おお、こういう熱い映画はやっぱダチと見てなんぼだよな。だろう、兄弟。真の男ってのはよ、そばにいる一番大切なやつを守らなきゃならねえんだな。息子を探し続ける父親の姿には俺も思わず目が潤んじまった。ありがとうよ、兄弟。涙は拭いてくれなくていいぜ。お前はちょっと硬いからな。なあ、プロ騎士、もしお前がホローの中で行方不明になっても、俺はこの映画の主人公みてえに諦めずお前を探し続けるぜ。子供を探すお父さんみたいに私のこと探してくれるなら、それは結構感動しちゃうかも。そうセンチになることはねえ。ダチのために命を懸けんのは当然のことだろう。やっぱ俺ら映画の趣味も合っちまうんだな。これからも気に入った映画があれば俺を呼べよな。3人でまた熱い鑑賞をしようぜ。